Married. はい、つみやき、こんにちは、大西です。今日も三千語マスターを元気よくやっていきましょうね。今日はちょっと間違いやすい married という動詞と married っていう形容詞の使い方をやってみましょう。例文の中に散りばめてありますので、一緒に英語にしながら構造を見ていきましょうね。そして最後10回ずつ音読練習もやってみましょう。 No.1、 私は彼と2005年に結婚しました。 Marry っていう動詞を使ってみましょう。はい、では主語は自分ですね。 I married him、 はい、2005年に in 2005。はい、こんな感じですね。解説します。 I が主語、 married は動詞ですね。これは他動詞なんですね。右側に目的語を取っています。はい、marry の過去形ですね。 Y が I に変わって ED がついています。はい、 married、 marry の過去形。 marry は誰々と結婚するということで、ここに人が来るわけですね。はい、私は結婚したよ彼とっていうことですね。この間に、前置詞はいらないので、もう他動詞だからすぐに目的語を必ずすぐに持ってきます。はい、すぐに人を持ってくるってことですね。はい、 in 2005、 2005年にっていうことですね。こうやって年号はですね、期間が長いじゃないですか。2005年って長いですよね。1年あるから中にチャポーンと入れる期間なので、こういう広いところは in を使うんですね。はい、ということになります。 No.2、 私と結婚してくれる。はい、これはあの男性の決まり、プロポーズの決まり文句ですね。よく映画とかドラマとかに出てきますよね。はい、これ覚えておくと結構便利です。 Will you marry me? はい、これを覚えておくと右側に人を取るってことを忘れないと思うんですよね。はい、 you が主語、 marry が動詞、人が来てますよね。はい、 will っていうのは、助動詞ですね。意思表示ですよね。意思、これ意思を通ってるわけですよね。結婚する意思ありますかって聞いてるんですよね。はい、あなた結婚する、私と結婚する意思ありますか、だから結婚してくれるってことなんですね。はい、このフレーズを覚えておくと Mary の後に人が来ることを忘れないと思います。 OK、 No.3、 私は結婚しています。これ状態ですね。はい、状態っていうのは B 動詞ですね。はい、今度はその後に形容詞の Married を使ってみましょう。はい、私は結婚状態にある、だから I'm married。はい、解説しますね。 I が主語、 B 動詞、 married はこれ形容詞ですね。はい、さっきの Mary は動詞でしたよね。今度は形容詞ですね。はい、これ同じ綴りなんですけど、さっきのは動詞の Mary の過去形、今度は Mary の形容詞ですね。同じ綴りになりますね。はい、結婚した状態にある、だから結婚しているっていうことになるわけですね。 B 動詞は1ミリも動きは言いませんので、完全にただの状態ですね。結婚状態にある、結婚しているっていう状態ですよね。はい、 OK、 では次、昨年彼女と結婚した。今度は動作なんですね。この married 状態をゲットしたっていうわけですね。はい、その時は B 動詞をゲットに変えるのが基本ですよね。はい、 B 動詞をゲットに変えて、そして過去だから I got married。 はい、次 to ですね。 to her、 昨年、 last year。 はい、こんな感じですね。はい、 I が主語、動詞 married が保護ですね。はい、形容詞です。はい、いつも一緒ですよね。B 動詞で状態、 B 動詞形容詞で状態を表すものは B 動詞をゲットに変えたら変化、動作になるんですよね。 married 状態、結婚状態をゲットするから結婚する、してない状態からする、ね、してない状態からするっていう変化を言えるわけですよね。はい、私はだから結婚したよと。そして次の前詞は to ですね。 with ではないので注意してください。to っていうのは矢印を表す前置詞ですね。なんで to になるかっていうと、もともと marry っていう動詞はですね、どこかに向かって嫁がせるって意味なんですよね。嫁がせる、だから矢印がいるんですよ。嫁ぎ先が、お届け先がいるんですよね。だから to なんですよ。 with じゃないですよ。日本語でとっていうから with じゃないんですね。marry は嫁がせるって意味だから、嫁ぎ先がいるんですよ。だから to、 矢印の to ですね。はい、彼女と結婚した last year ということになるわけですね。はい、 OK、 では No.5、 来月結婚します。
はい、では時制を変えてみましょうね。結婚してない状態から結婚するっていう状態に、変わるので、同じく get married を使うんですが、今度は時制が来月ですよね。来月の決まった予定なので現在進行形で言ってみましょう。 I'm getting married、 はい、 next month。はい、こんな感じですね。はい、I が主語、はい、B 動詞、動詞 ING ですね。はい、進行形です。 married 状態をゲットするぜって言ってるわけですね。はい、現在進行形は決まっている未来も使えますので、来月結婚しますと言ってるわけですね。ではちょっとまとめますと、結婚するっていう動作を言う場合、 marry 人で動詞で言ってもいいし、get married to 人で言ってもいいわけですよね。どっちでもいいんですけど、一応ですね、焦点としてはこの、他動詞で使った場合ですね、これはこう結婚相手人に焦点がある感じですね。はい、で get married to 人の場合はあくまでやっぱり get married だから、結婚していない状態から結婚状態をゲットしますって言っているので、まあ、変化に重きがある感じになりますよね。はい、では口で言い慣れていきましょうね。 No.1、 私は彼と2005年に結婚しました。 I married him in 2005. I married him in 2005. I married him in 2005.I married him in 2005. I 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 married him in 2005.I married him in 2005. Number 2. 私と結婚してくれる? Will you marry me? 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 Will you marry me?Will you marry me? 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 Number 3. 私は結婚しています。I'm married. 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 I'm married.I'm married. 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 Number 4. 昨年彼女と結婚した。I got married to her last year. I got married to her last year.I got married to her last year. I 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 got married to her last year.I got married to her last year. I got married to her last year. I got married to her last year. Number 5. 来月結婚します。I'm getting married next month. I'm getting married next month.I'm getting married next month. I'm getting married next month.
I'm getting married next month. 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 Okay, 今日もあなたの口が育っております。Thank you for watching. See you next time. Bye.